AA 共同開発が決定している日本の F3 戦闘機開発、日本とイギリスが4割負担で決定している情報をキャッチしました。今回は F3 戦闘機開発のこれからの流れを詳しく見ていきますね。次期 XF9 エンジンは今年中に形が出来上がる予定です。今なら新進を量産してもいいのではないかな。勝手な考えだよ。日本における航空自衛隊の現行の F2 戦闘機を代替する機体は次期戦闘機と呼称されていたが、2022年12月9日に GCAP グローバルコンバットエアープログラムという形でイギリス及びイタリアとの共同開発が正式に決定した。この GCAP グローバルコンバットエアープログラムというプロジェクト名称からも推察されるように、そこに戦闘機ファイターというような単語は含まれておらず、もっと大きな括りを想像させる。これはつまり戦闘機単体の開発プロジェクトに止まらず、周辺の航空戦力までも包括することを意図していると思われ、戦闘機の機体もそこに含まれる一要素と考えるべきことを示唆しているのかもしれない。いずれにせよ、この GCAP、グローバルコンバットエアープログラム内において、アメリカとではなく、イギリスとイタリアという国との間で、新型の戦闘機の開発を行うという構図は、日本にとって、太平洋戦争後初の取り組みである。すでに、日本の次期戦闘機開発においては、機関部やレーダーシステム等の分野で、イギリス企業との連携も図られてはいたが、機体そのものについてアメリカを抜きにするプロジェクトとなったことは、少し前なら考えられなかったことだろう。実際、日本側は次期戦闘機の主管企業に三菱重工業者を据えて自国主導の方針を表明していたが、戦闘機の機体そのものと各種のアビオニクス類や兵装類との統合にはアメリアのロッキード・マーチン社の協力は必須とめされていた。ロッキード・マーチン社は、いわゆる世界で、初の第5世代戦闘機である F-22 ラプターや、数多くの西側諸国をパートナー国に迎え完成させた F-35 ライトニング2を手掛けた、開発元の軍需航空企業として、今や、唯一無二とも言うべき存在だ。日本でも、F-35 ライトニング2は、通常滑走路を使用する空軍仕様の A 型を105機、短距離離陸、垂直着陸が可能で、航空母艦化改修を施した後の出雲、片子栄艦の艦載機として、B 型42機を、今まさに調達している最中である。2023年時点でも、西側諸国が、入手可能な唯一の第5世代戦闘機が F-35 ライトニング2のみであることもあり、その影響力は大きく、アメリカが複数のプロジェクトで企画中の新型戦闘機開発でも中枢を占めることが確実視されてきた。そんなロッキード・マーチン社が今回の日本の次期戦闘機開発に際して技術支援を行う企業に選定されなかったのは、同機の開発と収益を目指すスケジュールが、アメリカの新型戦闘機開発と大きく乖離していたためと言われている。日本の次期戦闘機開発は、現行の F2 戦闘機を2035年から退役させることを前提に進められており、すなわち、2035年までには完成して配備が行われている必要があるが、アメリカでは、2040年代の配備と目されている。そこには、少なくとも5年、長ければ10年ほどの隔たりがあり、現在の戦闘機開発におけるこの期間のズレは、盛り込むことが可能な要素についても大きな差になると見られ、アメリカ側は自国に利益があるとは考えなかったのだろう。日本の次期戦闘機開発にせよ、イギリスを中心に進められてきたテンペスト計画にせよ、
従来は、いわゆる第6世代戦闘機を開発するプロジェクトであるとの喧伝がされてきたが、アメリカやロッキード・マーチン社の判断は違うと考えられる。まあ、そのそ、もが未だ登場していない戦闘機について、何が、第6世代機に、該当するのか否かを論じることは、できないというのが実情であろうが、アメリカ側から見た場合には、いずれにせよ、次世代機とは映っていないのだと思われる。個人的には、アメリカ側の判断が正しいと仮定して、日本の次期戦闘機や、イギリスのテンペスト計画が、いわゆる第5世代戦闘機の範疇を超えないとしても、自国で状況に応じた仕様変更が可能な戦闘機を持つ意義は、決して小さくないと感じる。今現在の F2 戦闘機は開発された当初は、主力戦闘機をサポートする支援戦闘機という括りであったが、日本の国情としては、広い領海や排他的経済水域の防衛のため、敵艦艇の接近を妨げる空対艦ミサイルの運用能力に重きが置かれている。そうした F2 戦闘機の特性を引き継ぐ必要があると考えられるため、次期戦闘機においてもステルス機ながら、可能な限り、多くの空対艦ミサイルの搭載が求められるはずで、自国主導でなければ、こうした要素の達成は困難と思われる。それを実現可能で、かつ、今後の状況に応じた、フレキシブルな仕様の変更が可能な機体に、次期戦闘機がなれば、日本側としては、アメリカが考える次世代の戦闘機に該当しなくとも、十二分に開発する利点があるだろう。さて、日本の次期戦闘機の開発にあたっての国内企業の布陣だが、三菱重工業者が、全体の統括を担う主幹企業となり、機体そのものには、スバル社、川崎重工業者、機関部の開発には、IHI 社が担当することが公表されている。加えて、アビオニクス関連では、三菱電機社が、電子戦関連の制御システムを担当し、東芝社、富士通社、NEC 社が、レーダー、及び、センサ類の電子機器の開発を担い、日本の愛知県の三菱重工業者の南小牧工場を中心拠点とする。一方のイギリスにおいては、全体の統括と、機体そのものを、BAE システムズ社が担当し、機関部をロールス・ロイス社、電子機器類を、レオナルド社のイギリス現地法人であるレオナルド UK が担当するとされている。また、イタリアについては、全体の統括と電子機器類をレオナルド社が担当し、機体そのものは、アビオ・エアロ社が担当することが報じられており、イギリスやイタリアのこうした体制は、テンペスト計画と同様である。アメリカが日本の次期戦闘機開発から距離を置いた理由は、その開発時期が自国で推進している新型戦闘機の計画とズレがあったことは前述したが、逆にイギリスとはこの部分で一致をしていたことが大きく影響したと思われている。イギリス、イタリアともに現在はユーロファイタータイフーンを運用しているが、ことにイギリスにおいては日本と同様に同機の退役を2035年に予定しており、その代替機を用意する必要に迫られていた。こうした日本とイギリスともに2035年に実戦配備を行える戦闘機の開発を希求しているという点において一致を見たことから、2022年5月あたりから両国の協調が大手のマスメディアでも取り沙汰されるようになり、にわかかに現実味を帯びたと言えよう。もともと、日本が F2 戦闘機を代替する次期戦闘機の検討を本格的に開始したのは、2010年の秋頃からであり、以後2019年度からの中期防衛力整備計画に、その内容が盛り込まれたことで具体化されていったという経緯を経ている。そして、その時点までは、公には、
将来戦闘機という呼称で表現されていた機体が、その中期防衛力整備計画によって次期戦闘機と呼ばれることに改められ、名実ともに F2 戦闘機を代替する機体としての計画が開始されたと言えるだろう。なお、この時の2019年度からの中期防衛力整備計画は、2023年度までの5年間について定められたものであったが、昨年2022年12月に、その名称が防衛力整備計画と改められ、それによって、その内容が引き継がれることとなった。ご存知のように、この2023年度から2027年度の5年間の防衛予算案の総額はおよそ43兆円に達しており、最後の中期防衛力整備計画に比べて 50% ほども増加され、戦後の日本の防衛政策の大きな転機と位置づけられている。